ャムおじさんのパン工場で、パン屋さんごっこ遊びをしよう。本物そっくりのアンパンマンの、キャラクターのパン8種類が、付属、トレイやトング、ドリンクなどの小物もいっぱい、おしゃべりや楽しいメロディも、なるよ。かまどでパン焼きごっこしよう。焼きたてパンをトングでトレイに乗せよう。ドリンクバーでコップにジュースを、注ごう。レジスターでピトを買い上げ、アンパンマンカラーパッドの購入者の、口コミ、感想の一部を、ご紹介いたします。パン屋をやってるので、お買い物を、してるパパママを待ってる子供たちの、ために購入しました。パン自体が固くしっかりした素材なので、少々荒っぽく扱っても、大丈夫。年齢も小さなお子様は、もちろん、小学校低学年の、お子様にも人気です。デザインもかなり本格的だし、音も、鳴るので子供たちも楽しそうですよ。1歳半の子へプレゼントしました。長い時間楽しめるようで、良いおもちゃだと思います。孫娘にクリスマスプレゼントとして、送りました。プレゼントを開けた時から孫は夢中になりずっと、遊んでいたそうです。正月に帰省した時にも、持参していました。大人とも子供同士でも遊びやすくよく、考えられているものだなぁと、感心しました。トングで掴めるのがとてもいいポイントだと、思います。子供には遊びやすいサイズ感だけど、もう少しリアリティさがあるといいかも。パンは小さくて可愛いし、ドリンクバーも楽しい。レジもバーコードみたいで、楽しいです。レジが開かないので、星一つ弦です。パンが可愛いし、ミュージアムで実際に売られているパンが、忠実に再現されています。トングの幅が狭いせいか掴むのが、難しいようで手で掴んで、遊んでいます。付属部品、パンを入れる箱、メニューなど、が紙製のためすぐに、潰れたり破れたりダメになってしまったのが、残念ですが、他のままごとのお皿に盛ったりしながら子供なりの、応用力で楽しんでいます。など、購入するときのご参考にしてください。ジャムおじさんのパン工場で、パン屋さんごっこ遊びをしよう。本物そっくりのアンパンマンの、キャラクターのパン8種類が、付属、トレイやトング、ドリンクなどの小物もいっぱい、おしゃべりや楽しいメロディも、なるよ。かまどでパン焼きごっこしよう。焼きたてパンをトングでトレイに乗せよう。ドリンクバーでコップにジュースを、注ごう。レジスターでピトを買い上げ、アンパンマンカラーパッドの購入者の、口コミ、感想の一部を、ご紹介いたします。パン屋をやってるので、